根川は東京と日野市内を流れる巡洋河川の一つである。流域全体がほどくぼ川のような三面五岩構造であり、日野用水や上田用水が流入する。ただし、これらの水路には生活排水が流れ込んでいるために水の正常度は低めであり、下流では泥臭がすることもある。なお、全流域にフェンスが張ってあるため、本河川へ立ち入ることはできない。ただし、 水深自体はかなり浅く、水鳥が皆そこに足をつけて休んでいるのを見かけることもある。東京都日野市の万願寺23712付近で日野用水ともう一つの水路が合流して根川の起点となる。そこから万願寺12丁目の入り組むところを進みながら根川大橋という橋で上田用水が合流してくる。この橋を過ぎてからは一旦左に進むが、 下田橋付近から公園橋付近までは大きく右に曲がる。その後、玉川に沿って石田大橋をくぐり、浅川水再生センターや日野市クリーンセンターのある石田一丁目をほぼ直線に進む。クリーンセンターを過ぎたあたりからは推定に段が設けられているため、水の流れる速度は速く、騒音も大きい。その後、玉川に合流する。 橋の構造や外観は、その場所の道幅、川幅を除くと、基本的に統一されている。下一万橋名称不明例一、原平島橋、根川、大橋水車橋、下田橋北河原の橋イコール、名番の漢字が、欄間のものは、川で、桁のものは、川となっている。公園橋名称不明例二名称不明例三、名称不明例四名称不明例五名称不明例六、 名称不明07名称不明08名称不明09名称不明10名称不明11日イ市クリーンセンターの先にある流域最後の橋。ありがとうございます。